こんにちは、石山浩二です。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日のお題はアンティークコインオークション実際のライブはどんな感じ、9000万超えということでお話をしていきたいと思います。今回のこちらが MDC モナコのライブ入札ですね。今録画をしているような状況です。オークション名が MDC モナコで、オークションナンバーが7番ですね。でこちらの方は AUEX というプラットフォームを使っています。こちらの方でアカウントを作って MDC モナコのオークションに参加できるということです。でこちらプレビットっていうのは事前入札ですね。ちょっとこれ私の方は入れてないです。でウォッチリストがいわゆるお気に入りで英語で表記されていて、これは通貨単位ですね。これ今ユーロになっていて、まあ、これたまたま日本円もあるので日本円にした時に、このように199万3200円、1万5000ユーロが199万3000円というふうに変換されて出てくるような形です。で、まあ、一応これもともとユーロなので、まあ、ユーロがメインで表記されているようなオークションですね。でこちらに私のビッターのナンバー、要は自分の番号ですね。あと、まあ、今回これ7万ユーロまで、入札の上限金額を上げてもらったので7万ユーロというふうに、表記されています。で、まあ、これ、フランス時間というか、まあ、モナコ時間の6月12日の9時半 AM にスタートしているということで、今ロットナンバー49番ですね。こちらの方を、オークションがどんどん進んでいるような状況です。で今これハンマーマークが出ているんですが、このハンマーマークが、あと何秒というかですね、もうすぐ締め切りますよという形ですが、今これ9000ユーロまで入っていて今9500ですね。でこれカットビットっていうのを押すと、今これ押せないですけど、あの半分の金額で、まあ、これ次は、1万3000なんですけど、今1万1500が入っていて、次が1万2000ユーロで入札する。このハンマーが進んでいくと、秒読みが開始になっていて、ここで落札されたという、赤くなってこの落札を見ているという感じですね。まあ、こちらの方は、Going once, going twice ということで、1回目、2回目、3回目ということで、落札されている。まあ、これ、ポップアップロット50番は1万1000ユーロで落札されたというのが表記されているような状態です。あとはこちらの方にコインの詳細が書いてあります。まあ、これ、スラブ入りなので、ちょっとこれ今、グレードとかは書いてないというか、まあ、これ見えないんですけど、こちらの方は明らかに鑑定が。あとこれ今52番、53番、54番というように、これだとたまたま日本の翻訳も入っているということで、まあ、結構注目ですね。まあ、これ今12万ユーロついているので、かなり目玉のコインというような位置づけですね。まあ、最近アンシエント古代コイン非常に高いので、まあ、今、4万ユーロ、こちらも2万5千ユーロのようにかなり高い金額がすでに入っているという状況です。まあ、これ今8千ユーロで落ちるかもねというものがすでに1万3000まで入っているので、まあ、見込みよりもかなり入札が入っているような状況です。で、まあ、私の動画の方でこれ、まあ、オークションに1回、まあ、参加した方がいいですよって言ってるのは、まあ、このように、実際に参加すると、まあ、これどれぐらいの勢いで入札されるかっていうのが分かるんですね。これ今開幕前です。で今12万の見積もりのとこ13万5千すでに入っていて、まあ、これ私の方ではもうクレジットリミット、まあ、要は入札できない金額なので、入札すら出てこないんですけど、まあ、このように、12万でも13万5千入ったりしているというような状況です。まあ、これだと4万ユーロなので、7万のリミットに引っかかってないので入札できるような状態ではあります。もうすでに見積もり金額を超えているので、かなり、人気度の高いコインなのではないかという
ふうに、まあ、今1番から始まって55番で、ちょうど30分で55番まで進んでいるので、結構ペースとしては早く、オークション進行しているかなという感じです。こちらの方も、これはグレード出てますね。LGC の、グレードということで入ってました。これもスラブケースのこの爪が出ているので、NGC の MS5-5-5-4 というようなグレードになっています。ちょっとこれじゃないところで今他のオークションのプラットフォームでは、NGC のグレードまで見れるんですけど、そちらの方で見て今お話ししているような感じです。で、まあ、今回これ MDC モナコのオークションなんですが、これは先ほど言ったように AUEX というプラットフォームですね。このプラットフォームで動いていて、もう一つビッターと呼ばれるプラットフォームでも、このオークションは進行しているので、私の方では今、AUEX とビッターの両方を開けといてですね、どちらかトラブルがあっても、打ち込める体制にはなっています。まあ、こっちの、ビッターの方はなぜか20万ユーロも、リミットがあるので、まあ、27万までだったら、27万ユーロまでだったら買える体制を今取っています。ちょっとまだ自分 の, 買いたいコインの出番が来ないので、ちょっと今これさすがに入札するところまではお見せできないんですが、まあ、これ単純にこれ入れていって自分が入札できたかどうかというのが後で見れる感じです。ちょっとここで一時停止にしてみます。ちょっと録画が間に合わなくて次のロットに行ってしまったんですけど、こちらの方はダーラー銀貨ですね。トップグレードというふうに書いています。 NGC の MS64 ヨーゼフ2世ですね。2200ユーロで落札。真剣すぎて喋る暇もなかったですね。こちらチャールズ2世の8ソブリですね。 NGC の EU53 で今740万ぐらい、かなり安いですね。これ1000万円ぐらいにはなりそうなんですけど、まあ、グレードが低いということでしょうかね。かなり低いと思います。今までちょっと入札したんですが、2つは変えてあまりにも真剣すぎて録画をする余裕がなかったという感じです、ね。今回の動画では、キャバリエドールですかね、ベルギーのそちらの方がかなり高くなっているのと、あとライオンドールこちらの方も200万ぐらいまで行っていたので、まあ、非常にやはり私が注目していたコインが、値上がりをしているような状況になっています。エドワード3世のノーブル金貨ですね。 NGC の MS67 ということで、とてつもないトップグレードの1枚です。1万5000ユーロが見積もり価格なんですが、いくらから始まるかっていう感じですね。まあ、これ日本円も今表記されていて、あ、2万4000、318万9000円。まあ、ここから手数料かかるので、実際にはもう500万近くまで値段が上がっています。やはりノーブル強いですね。まあ、今自分のリミットが 3万3800ユーロしかないんで、入札もできないと。今、500万超えて、あ、非常に高いですね。やはり最高グレード67グレードということで、手数料入れると多分今消費税入れて800万ぐらいですかね。非常に高い価格まで入っています。まあ、これ画像で見る限りも非常に彫刻が綺麗に見えているので、今までのまあスペシャルレコードの価格なんではないかというふうに思います。次はロットナンバー474、ジェームズ1世のローズロイヤル30シリングということで、これ見積もり3万ユーロ
なんですけど、多分これもとてつもなく高くなるような予感がします。 NGC の MS63 ですね、まだまだ安いかな、多分800万ぐらいいってもおかしくないかなという感じですが、まあ、これ今買えるなら買っておいた方が良かったぐらいの価格ですね。ロットナンバー478ですね。ウィリアム3世の5ギニー NGC の MS64 プラスということで、非常にハイグレードの1枚です。今見積もり価格が20万ユーロ、日本円で2657万、早速入ったのが今28万ユーロですね。手数料入れたらもう4000万超えているような状況です。現在27万、28万ですね。これ手数料入れたらもう多分5000万円ぐらいまで売れるような状況です。やはり非常にイギリスの大型金貨、これトップグレードなんですかね。ちょっとトップグレードですね。トップポップということが書いてあるので、30万ユーロで落札です。次がアン王女の5ギニーですね。 NGC の MS60 ということで見積もりが15万ユーロですね。まあ、ここからどこまで上がるかといった感じです。ルームビットで今15万5000ということで、あ、意外と早いですね。大体手数料込みで、消費税入れて2900万ぐらいですかね。まあ、そうは言っても非常に高い金額だと思います。あ、今16万5000まで来ました、ね、あ、やはり5ギニー強いですね。今17万ユーロということで、これも手数料入れて消費税入れると約3000万円といったところでしょうか。 MS60 そんなにグレードが高いわけではないんですが、やはりアン王女の5ギニー、非常に少ないので、まあ、どこまでも上がっていくような勢いを持っています。今18万5000、19万ですね。やっぱり伸びがすごいですね。ここまで上がるとは正直思っていなかったんですが、やはりもう3000万円ぐらい出さないと買えないような、非常に高額の金額になってきていると。20万5000万、21万ですね。単純にこれ手数料 20% なので、ここにさらに 20% 上乗せした金額になります。まあ、今3600、消費税入れると約4000万円ということですね。あ、なかなかやっぱり止まらないですね。まあ、これ全部ルームビットということで、まあ、会場に来ているような、まあ、モナコの富裕層ということでしょうかね。まあ、非常に高い金額まで入札が入っています。正直現物資産でこの辺のものが4000万とか5000万だと、まあ、モナコの人にとってみたら、まあ、非常にもうタダみたいな金額だと思うので、まあ、本当どこまで行くかみたいな勝負になっています。まあ、先ほどちょっとこれ録画はしてなかったんですが、ナポレオンの100フランで、50万ユーロを超えた金額で落札されていました。まあ、今日これからウナライオンもうすぐ登場するので、どこまで行くかという感じですね。まあ、先ほどのギニー金貨、ジョージ2世の1745年の PCGS MS64、先ほども300万近い金額ですかね。今これは PCGS の MS64、 1746年のギニー、1ギニーなので7グラム、これ 8.4 グラムですね。今入札が2万4000ユーロということで、とてつもなく高い金額がついています。こちらの方はジョージ2世の、クラウン NGC の AU53 ですね。銀貨、銀貨ではありますが非常に高いと。でこちらの方が、非常にレアな1818年のジョージ3世のプルフィニですね。まあ、もう終わってしまったんですけど、これの後が、まあ、超目玉のコインになります。
先ほどのロット487落札なしですね。さすがに8万ユーロでは落ちなかった。でこれが今回また目玉の、1枚ですね。NGC のプルーフ66の、市中化金貨ですね、こちらは重量書いてないんですが、今のところ30万ユーロということで落札されました。491が、ピストルッチの金メダルですね、ジョージ4世の金メダルということで、あれは非常に高いですね。これで今200万手数料入れたらもう300万近くまでいってますね。まあゴールドコインにも1枚並んでいるんですが、おそらくこの落札結果を見ると、もうすぐにでも値上げをするような感じになります。そして登場のウナライオンですね。こちらの方が、NGC のプルーフ64ウルトラカメオですね。今あすごい、さすがにすごい勢いですね。今38万、50万ユーロぐらいいってしまうんですかね。まあもっといくかもしれないですね。すごい勢いですね。今43万ユーロ、まあ、これ2グレードアップするんじゃないかみたいなカタログに書いてあって、下見推奨というふうに書いてありました。まあ、仮に65グレードになるようであったとしても、まあ8000万ぐらいの価値には余裕でいくんでしょうか。今手数料込みで、だいたい消費税入れると8000万円ぐらいまでいってます。今47万ユーロ、先ほどのナポレオンのプルーフが50数万だったので、それより今若干安いんですが、もしかしたら超えてしまうかもしれないですね。今全部さすがにルームビットですね、ネットで入れてる人はいないので、まあ基本的にはフランスの方で、モナコの方で入札されている形だというふうに思います。50万ユーロで落札ですね。まあ、今回モナコですね、ヨーロッパのモナコで行われていたオークションに、まあウェブインターネット上で参加しました。ちょっとライブ中継の音声も入っていて、まあ、聞きづらかったとは思うんですが、まあ、インターネットオークションであれば結構入札ビットっていうボタンを押すだけなので、登録とあと実際の入札、まあ、当然コイン選ばなきゃいけないんでコイン選びとかはあるんですが、まあ、基本的にはまあ動画のようなスピード感で入札が入っていくというふうに思っておくといいかなと思います。まあ、あとは実際にどのコインを選ぶか、まあ、いくらまで買うかというところなんですが、まあ、ゴールドコインの品揃えを参考にですね、まあ金額等も含めて、コイン選び、あと予算というのを決めていけばいいかなという感じです。まあ、今回の動画でおそらく、まあ、人気コインがどこまでも跳ね上がってしまうというのが、その2人以上入札者がいるとどんどん値段が上がっていくということで、まあ、ウナライオン金貨を筆頭に、まあ、一番高いのは確か80万ユーロですかね、まあ、そこまで、いってるコインもあったので、まあ、ウナを超えるコインも今回はあったというような非常に、有名な高額商品のあるオークションでした。まあ、ベルギーのライオンドールとかですね、あとピストルッチのゴールドメダルとかも今回のオークションでもかなり高値がついていて、まあ、ゴールドコインにも今コイン置いてあるんですが、まだまだ安い値段になっているというふうに思います。まあ、オークションウェブで参加する分にはですね、別にお金もかからないですし、非常に安心感を持って参加できるので、ぜひ入札の醍醐味というのをですね、見てみるというのも、良い経験になるかなというふうに思います。2020年の12月20日ぐらいから、LINE の方ですね、登録していただいて個別相談に申し込んでいただいた方に、1日
2人ですね、水曜と木曜日と日曜日30分を2コマ2人ずつだけ個別相談というのをオンラインで行っています。こちら Zoom を扱っています。 Zoom の方はスマホでもパソコンでもつなげられますので、ぜひその個別相談ですね、こちらの方にお申し込みいただければと思います。YouTube の方にもよくコメント欄にご質問とかいただくんですが、あとメールとかでも来るんですが、個別相談に申し込んでいただいた方がいろいろとお話できるので、ぜひ、使っていただきたいかなと思います。この動画の最後にも、QR コード出てくるので、そちらの方をカメラでスキャンして LINE を立ち上げると友達登録できるようになっていますので、こちらのはだいたい LINE で 5,6 通私からメッセージが行くのと動画が1本ついています。あとですね、その URL、クリックすると個別相談申し込めるようになっていますので、ぜひ使っていただければと思います。 Thank you for watching。 見ていただきありがとうございます。Don't forget to like and comment the video. 動画にいいねやコメントを入れてもらえると嬉しいです。Subscribe to my channel. 私のチャンネルに登録してください。